せいや、次の巨体級は俺に任せろ。お前はまず次の四死球へ進め。何？氷河のコスモが消滅する寸前にこの先の球で大きく弾けるのをせいやに感じたはずだ。この先のいずれかの球で氷河が危機に陥ったのは間違いない。一刻も早く救ってやらなければ。分かったぜシリュウ。ここで死ぬんだ。おめえら久々の一撃が来たぜ。なんと寂しい雑兵たちなんだ。これでもサンクチュアリを守る兵なのか。やられた。聞いてないぞ。こんなに強いなの。貴様らとはここでさようならだ。言っとくが逃げてるんじゃねえからな。せいや、シュンの。ああ、シリュウはシュンのコスモが弱まっていくのを感じたか。掃除球で何かあったに違いない。シュンは、シリュウ、ここはシュンを信じるまでだ。あいつならきっと大丈夫さ。あ、なんて早い剣なんだ。見えない。この程度の実力ではこの先には進めんさ。このシリウには通じん。セイヤ、日時計はどうなっている。ジェミニからキャンサーに移っている。ということは残りたった9時間しかない。シリュウ、まだ9時間あるって考えるんだ。たった9時間しかないって考えたら焦りと絶望感にとらわれやれることさえやれなくなってしまうんじゃないか。セイントになっていくつもの死にそうなシーンを乗り越えて俺は気がついた。どんな時もまだなんとかなるって考えれば必ずゼントに希望の光明が見出せるね。だからまだ9時間あるのさ。そうだ、まだ9時間ある。だけど急がなくっちゃな。シリュウ、先に進もう。登山昇竜派、このシリュウには通じん。トゥキュッ。
山昇竜派。寂しいところで死にたくなかった。さっきの闘技球までの道とは違う。元気臭い道だな。コスモが見える。何か死の意味か。一体どんなセイントが巨階級を守護しているって言うんだ。おそらくだ。デスマスク。デスマスク。俺がサンクチュアリに旅立つ前に、老子と俺に剣を向けたセイント。その時はムーが現れて俺たちを助けてくれたな。ムーは今沙織さんを守ってくれている。今回ばかりは俺たちで切り抜けるしかない。ああ、分かっているさ、セイヤ。シリュウ、さっさと巨階級に行こうぜ。好きのことで優勝。なて、お前たち。お前はブラックペガサス。セイ、こいつは。お前は富士山麓で俺が倒したはずだろ。ブラックペガサスは一人だけだと思っているのか。何、俺たちのことも知らずにサンクチュアリに乗り込んだ。その無謀さだけは一定の評価に値する。だがお前に生き延びるほどの価値はない。救わなければならない。その使命が俺のコスモを燃焼させているのだ。悪いが、ここは通る。この程度か。俺を倒したから、いい気になるなよ。どういうこと。着いたぞ、シリュウ。4番目の球、巨階球が目の前だ。
コスモの消えた氷河の安否を気遣いながら、聖夜と地竜は第4の級、巨海級へとたどり着く。死の匂いに満ち、壁や床に死人の顔が浮き出ている巨海級の異様な光景に困惑する2人。それはキャンサーのゴールドセイントとデスマスクの悪逆非道な殺戮がもたらした結果であった。そのセイントらしからぬ行為に激怒し、シリューはデスマスクに対して惨然と勝負を挑むのであった。シリューとか言ったか、久しぶりだな。そうだ、俺がキャンサーのデスマスクだ。強硬な素顔を知りつつ、あえて犬のように従順に仕えて、ゴールドセイントの風上にも置けんやつだ。相変わらず口のヘラガキめ。この巨海級の無数の死に顔にお前らも加わるのだ。ボタン共有だ。せい、お前は約束通り次の四死球を目指せ。突破しなければならない球はこの先8つも残ってるんだぞ。どうだ。分かった。シリュー、ロザン、お前の力を信じるぜ。待て小僧。デスマスク、お前の相手は俺がすると言ったはずだ。どうだ。いいだろう、シリュー、お前とは五郎法での因縁があったな。あの時はムーに邪魔されたが、今ここで決着をつけてやる。五山昇竜だ。シリュー、この巨海級に浮き出ている無数の死に顔は全て今まで俺が殺してきた奴らだ。その霊が成仏できずにこの巨海級を永遠に漂っているのだ。つまりこの死に顔は俺の勝利の証、強さの勲章だ。わかるか小僧、俺がデスマスクと呼ばれるのもそのためだ。そんなものが強さの勲章になどなるものか。成功な人を殺して得た勲章に何の意味がある。成功との名にかけてこのシリュー、全力を込めてお前を倒す。霊に邪魔された時お前はまだ勝負はついていないとほざいたな。俺に対してその一撃で決める。知識明快派、ね、目が見える、どういうことだ。デスマスクの冥界波にかけられて、俺は一体どこへ飛ばされたんだろう。ここは石式なのか。なんだ、あの遠くに見える人影は。大勢の人が黙々と歩いて、彼らが向かっている先にあの大きな人が。おい、君たちは何をやるんだ。どうしたんだ。誰も振り返らないし口も聞かない。あの後ろ姿はもしかして氷河なのか。おい、氷河、聞こえないのか。俺の声が氷河。なんだこいつらは。ロザン、早く氷河のところに行かなければ。もうこれ触ろうぞ。俺はデスマスクの冥界だ。ロザン、ロザン、昇竜。しかし、ロザン、昇竜。ロザン、ガキがあなたにまとわりついていると、ケースに戻ることに。ガキを倒し、ガキに戻るのです。ロザン、サオリさん、今日は死んではいないんですか。ロザン、ロザン、ロザン、ここが石式か。ロザン、
岩だらけを骨折したところまるで正気が感じられない。ロザン、どう？これで全員片付いたぞ。さあ、巨階級へ戻って今度こそデスマスクを倒すのです。シリューを倒し、またこの巨階級に死に顔が増えた。何？シリューが生き返った。バカだ。シリューの魂が石式から戻ってくるとは。残念ながら、俺はこれまで二度も死の入り口から戻ってきたことがある。ボタン昇竜だ。どうやら死神から嫌われているらしい。ボタン昇竜だ。デスマスク、今度はお前をあの世に送ってやる。引き戻さねばならぬ人間がまだ二人いる。この死竜のことで今最大限に燃焼しているのだ。この死に損ないが生きがるんじゃない。もう一度あの絵送ってやる。今度は間違いなく片道切符だ。この死竜には全身最初にも老子が出し、女や子供のように簡単にはしないようだな。何？デスマスク、まさか貴様。俺が殺したんじゃない。一撃で決める。死の国へ持ちよ。石式冥界波。これから貴様を確実に死の国へ叩き落としてやるぞ。この世持つ平坂からな。さらばだ死竜。死竜、死竜、ダム様、どうか死竜をお守りください。どうか死竜を。なんだこの鬱陶しい気は。何か祈りのような。そのか、無声の拳で。よせ、デスマスク。あの小娘、ずいぶんお前のことを思っていたようだったな。感謝しろよ。これで二人揃って仲良くあの世に行けるのだからな。俺は慈悲深い男なのだ。生まれて初めてだ。もはやお前に対して一かけらの情け容赦も持たん。何、バカな。シリューからゴールドセイントをも忍ぶほどのコスモを感じるとは。一体今俺の血一滴までもが沸騰しているのか。俺は竜の
激鱗に触れたのだ。シリュウよ、今度こそ確実にシロ君に送ってやる。二度と戻ってこられるようにダメージを大きくしてな。懲らしめるという命のもとに子供たちの命を奪い、さらに逃がさん君も大春霊の清らかな愛を蹂躙した。お前に対する怒りが俺のコスモを燃えたぎらしたんだ。どんな勝利を、この前に殺された多くの人々の悲しみを込めて俺竜を捕まえ、俺の竜の血がお前を倒すために沸騰しているのだ。小僧、あの春霊とかいう小娘を死なせたことがそんなに悔しいか。命など次から次へと生まれて、五段昇竜派、五段昇竜派。ゴールドクロスのフットが自然に外れるとは。足の骨が折れた。おそらくゴールドクロスの意志。クロスは正義のためだけのプロテクターだ。悪に染まったお前をクロス自身がゴールドセイントと認めなくなったということだ。バカだ、キャンサーのゴールドクロスが全て俺から離れただと。終わりだな、デスマスク。クロスがない今、お前はもはや丸裸も同然。しかし、いくら同情の余地もない男とはいえ、そんな無防備な相手に手を下すなど、この死竜の誇りが許さない。さあ、これで対等だ。あとは互いのコスモの力のみが勝敗を分ける。バカめ、お前は俺を倒せる唯一のチャンスを無にしたのだぞ。コスモの勝負ではゴールドセイントの俺の方が上だ。俺のコスモは確かにまだブロンズセイントの息を出ていないかもしれない。だが悪を滅ぼす真のセイントなら、たとえ一瞬でも俺のコスモはゴールドセイントの息まで高められるはずだ。ならば俺も試すとしよう。死の国へ誘う赤色冥界派を死の国で使うとどうなるかをな。いいか、デスマス、死竜には通じん。正義を知らぬお前が、ボタン、アテナの戦闘を名乗る資格はない。黙れ、力こそ正義なのだ。力なき者は死ぬのだ。そんなこと、この死竜の命ある限り絶対に許さんぞ。正義なき力はいつか滅びるのだ。デスマスク、お前もだ。シリュウよ、なぜクロスを脱いだのだ。どうしか、お前の魂を引き裂いてやる。このシリュウには通じん。まあ巨階級で正義がどうとか言ったな。ロンズセイントに正義の何がわかる。正義の定義など時の流れによって変わるのだ。正義だけ、もしもおっしゃっただろう。真の正義とは普遍のものなのだ。これだけか。シリュウ、いい気になるなよ。このシリュウにはコスモをゴールドセイントの域まで高めるつもりだ。昇竜派、シリュウには通じん。ロザン、勇気よ。くらえ、赤色冥界派。何、シリュウの壁に龍が浮かび上がった。バカだ、この強大なコスモを。このシリュウが
究極まで高めたコスモで溺れ竜よ天高くロザン昇竜だ。シリュウ、シリュウしっかり。まさかシリュウ、あ、瞬間、あ、これはあれほど怨念のこもっていた無数の死に顔が消えている。そうか、デスマスクを倒したことでやっと成仏できたのか。あ、誰か俺のコスモに直接語りかけてくる。あの声はもしやロシュ、春明は無事なのですか。よかった、ロシュ、ありがとうございました。あ、シリュウ、君まさか目が見えるように。見える、いつの間にか見えるぞ。そういえば以前老子に聞いたことがある。生命の源であるコスモを最大限まで高めることで肉体は治療や薬を超えた奇跡的な回復をすると。シリュウ、よかったね。きっとデスマスクとの戦いで君のコスモは最大限まで高まったんだね。ありがとう、シュン。さあ、急ごう。次の四死球で聖夜も戦っているはずだ。うん。